タリストの今堀義明です。京都でバンド活動したり作曲をしたり、ギター教室やバックステージパスを運営しています。はい、今日はですね、ギターを弾き比べていきたいと思います。まずね、こちらにあるこうね、アコースティックギター、はい、これとこちらにあります、ギター、この2つをね、弾き比べていきたいと思います。はい、まずこのギターの紹介ですけど、こちらね、マーチンの、HD28V ってやつですね。まあ D の、でっかさ、ドレッドノートの、まあ、HD っていう、型番なんですけども、はい、こんな感じですね。はい、まあこれ2000年代ぐらいの、ギターになります。まあこれ僕が所有してるやつです。はい、こんな感じになってます。まあ28なんで、このねローズのサイドバックと、まあ、マホガニネックみたいな感じですよね。はい、それでもう一本はこちらね、ヘッドウェイになります。ヘッドウェイ、はい、日本製ですね。ヘッドウェイのこれはですね、 HD115A という型番になってます。こんな感じで、まあスペック的にはほとんど似てるんですかね。僕ちょっと、アコギにはあんま詳しくないんですけど、まあ見た感じローズのサイドバック、そしてマホガニっていう感じで、まあ、ペグの種類はちょっと違いますね。こっちゴールドになってます。はい、かなり似たスペックなんで、まあ日本製アメリカ製みたいな感じでちょっと弾き比べていけたらと思います。はい、それでですね、弦、一応、公平に判断するために、一応このね、僕のエレキでいつも紹介してます SG ストリングス、こちらのアコースティック版、これはフォスファーブロンズってやつですね。はい、でライトね、僕ね本当にもう指の力がないんで、弱いんで、めちゃめちゃ細いやつ貼ってます。0110から始まる、やつで047、まあ、ほぼエレキと同じ、太さなんですけど、これね結構、この細いからアコギに良くないかなと思ったらそんなに悪くないですよね。はい、音はね結構いいと思います。はい、ではちょっと弾いていきましょう。でアコギはあのちょっと僕苦手でそこまで上手くないですけど、まあ自分なりに、弾いてみようかなと思います。チューニング、できました。では、このねちょっとコンデンサーマイクでしっかりいい感じで撮っていこうと思います。一応条件は一緒にしたいと思います。これここの距離と、編集とかでの、音の調整も、一緒、このねギターで変えることなく一緒の音で、撮りたいと思います。ではマーチンからいきます。
はい、ではヘッドへ行ってみたいと思います。いい感じですね。この結構、太めの、鳴りします。でそれに対してマーチ、僕のやつはどっちかというともうちょい繊細なサウンドをするかなという感じですね。はい、ちょっといろいろ弾いていきたいと思います。こっち繊細ですよね。はい、こっちやっぱ太さがあるっていう感じで、はい、
はい、いかがでしたでしょうか。こちらね、今日はいろいろと引き比べてみましたけども、まあ僕の印象はやっぱりね、この自分で持ってる HD の方はかなり繊細な、音で、まあ、ピッキングも結構ねタッチをコントロールするような弾き方をねよりこう要求される感じで、こっちはボディの鳴りがこうローが結構出る印象なので、結構ねピッキングはガチガチ弾いてしまって大丈夫なのかなという音でした。はい、まあ、ただこの辺はちょっとこの、マイクでね撮ってみた音を今から聞いて、どんな感じかなってまた、印象ね変わると思うんで、その辺また聞いていきたいと思います。はい、ぜひねコメント欄も、よろしくお願いします。どれがね良かったとか、なんか書いて感想書いてもらえると嬉しいです。あとは、春になりましたので、またねイベントがどんどん増えてます。3月ライブ、滋賀と大阪でもやりますし、4月になりましたら、岩手県行きます。岩手でソロライブ、東京でもソロライブありますし、また京都戻ってきて、京都でもあります。はい、京都はね、このナイロン弦使いますんでよろしくお願いします。各ライブね、概要欄に詳細貼っておきますんで、ぜひね会場で皆さんと、お会いできたら嬉しいです。はい、ということで、いいねボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。もうすぐで1万登録いけるかなというところなんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。では、最後までご視聴ありがとうございました。